あのね、みんながね、カップ戦を一生懸命やってるところで、俺は今日はね、シーズンマッチやっていこうと思います。もうカップ戦ね、今まだ途中なんですけど、とりあえず、25戦21勝ってことで、まあ、ギリギリレジェンドペースぐらいかな。うん。今半分ぐらいやって、ギリギリだな。ギリギリなんですけど、まあ、頑張っていこうと思います。今日ね、シーズンマッチ、カップ戦はやらずにちょっとシーズンマッチやろうと思うんですけど、シーズマね、今日の補正はね、結構ね、割と、なんかやってる感じ、殴りパとかもちょこちょこいましたし、まあ、いろんなデッキがいるんですけど、ちょっと面白いデッキ作ったんで、今日はね、それを紹介していこうと思います。これですね。もう、春丸以外、全部耐久っていう。まあ、一応ね、ちょこちょこね、コンボで削ったりとかもできるようにはしてるんですけど、これちょっと試してみたらね、結構強かったんだわ。うん。なんで、普通さ、春丸ってさ、準耐久ぐらいだと思うじゃん、神春丸って。なんで、相手普通に打ってくるんですけど、中身が耐久なんでね、普通に打ったら盤面積んじゃうよっていう、そういうコンセプト。まあ、偽装耐久ですね。春丸偽装で普通に打ってきたところに耐久だったっていう、例えばね、相手がよく最近いるね、リアンとか、リアンとかね、耐久だとね、取ってるでしょ、投げずに。そういうのを初手に投げさせるって春丸、それだけのためのデッキでございます。このハルマーンは、まあ、ハルマーン最初投げんけどね、ハルマーンとか、あとはイシュケとかね、その辺はね、ハルマルに普通に入る駒なんで、ミヒカリ姫とか、この辺初手投げとけば、相手はね、騙されて普通に打ってくるんで、そこをね、耐久で盤面詰ませようっていうデッキなんでね、まあ今日はね、あんまり発狂しないかもしれないですけど、シーズンマッチね、こういうちょっと変わったね、耐久デッキでやっていこうと思います。いくぜ！課長か、課長は微妙なんだよな。ね、課長はね、結構ね、火力バンバン出してくるんで、こういうね、ちょっと耐久チックなデッキだと若干きつい気がするんだけど、どうしよっかな、どうしようどうしよっかな、まあ、こうか。マッチングがつらい。まあ今日もともとね、竜補正なんで、竜の HP 上がってる補正なんでね、火炎とか多いんで、あんまりね、こういうデッキ使うの自体が間違ってるのかなとか思ったりもしましたけど、まあでもほんでいいか。OK。ミヒカリね。どうしよっかな。こっちだな。こっちから行って、B4 から行くか。ミヒカリ B4 かな。ミヒカリでいいな、多分。オッケー、相手はまだ S ゴマを切ってないのはありがたいけど、後から S ゴマポンポンポンって切られる方が痛いか。どっちかっていうと、忍流はいらない。忍流でもコンボもないからこっちからやな。さすがに。こっちから行って、なんで金馬とか引かねえんだろう。あいつら引かねえとさ、きついわ。金馬キリン引かないとね、回復若干足りん。あとシーラーね。その辺引ければだいぶでかいけど。あ、そっちから来る。じゃあ2枚行くか。ここ回復のコンボのやつが良かったな。アラノはね、まあ、こいつ打つか。よし、よし。こう来て。よいしょ。なるほど。これ取っちゃったっけ。弱っ。これこいつ打ってもな、弱いんだよな。かといって縦2枚いっても弱いしな。まだ打てねえな。こっちから打つか。耐久の打ち方わかんないっす。あれ？どうやったっけな？絶対違う気がするな。まあまあ。まあ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 。いいでしょう。リー来る。今来んのかい。今来るんかい。よいしょ。
あなんか違う気がすんな。でも金巻引いたからね、だいぶ楽っちゃ楽だなこれ。だいぶ楽だな。うん、まあそっちか。右上の方が、左上の方が嫌か。相手目線右上か。いや分からん。あんまり分からんとか言っちゃダメなんだけど、分からん。これで良さそうに見えるけど、相手つないできて、で俺が左下打っ、あ右下打ったら相手当ててくるだけやけど関係ないもんな。ダメや、シーラか。さすがにシーラ打つしかないな。今打つしかない、打つタイミングがない。シーラを大体も右、あ左上 X か、左上 X 置いてきて、なんだこれ全然喋れなくなる。ちょっと待てよ、喋れなくなるぞこれ。一応当てれば盤面は取れるけど死ぬくね俺、相手 X 来た後。どっち来るかな。あそっちか、だったらまだいけそうだな。相手角来てもいいし、角来てもいいな、これなら。よいしょ、間入れる。よし、こっからまくれるぞ。よし、だいぶね沈黙が続いてましたけど、こっからねまくりますわ。たまにはね、俺もねこういう動画撮るんだ。たまにはね撮りますよ。左上 X かな。いや普通に角でいっか。相手、相手目線右上角しかないのか。だって左上行ったところで俺は詰めていくだけだもんな。うん、んー、どっから来るかな。まあそうだよな、あ急に火炎パー作る、きついな。意識打てん、意識打てん。リリーだ、いや意識でいいな、ここ意識や。こっちやな、これでいい。相手指定でしょ、ほぼこれ。ほぼってか指定やろ。これ一回ね、B6 打ってから、まあ、X 打つか、あー、でも行ってえな、これ。大丈夫か、耐えるわ。まだエレーナも引いてない。ベルト。OKOK。ベルトも強い。こっちからでいいな。うん、でこれで相手 X しかない。で X 来たら、X しかないんだな。そうだな、 X しかないからほぼほぼ勝ちやな、これ。どっち来ても勝ちやわ、盤面は。盤面はな。ただ戻るかな、これ。でもパスやろ、こっから。受け持ち絶対これ出しとった方がいいか。1,2,3,4 受け持ちやな。受け持ち打って、相手パスやろ、こっから。これキリンのコンボで倒す、あキリンじゃなくてキンマのコンボで倒すしかないな。俺もう引けんもんな、これ。オッケー。あ引けるか、フレブ引けるんならフレブリリーだな、順番で言うと。でオッケーですね。ドッキーです。もうこれは勝ちなんで。こういうデッキですね。あのこうやってあの耐久チックに攻めると強ない、普通に。普通にあれだと思うんですけど、いやもう相手打てねえから。どこってもいいよ。
こっちからでいいや。よし。よし。強い。これは絶対強いぞ。新しい春丸の形ですね、これ。こう打って、大体パスでしょう。そう。なんかね、みんなの目線からすると、なんだこの草デッキって思うかもしれないですけど、勝ちやすいと思う。シーラー強い、やっぱり。OK。で、最後に、これは英語に置いてフィニッシュと。完璧ですね。完璧な動きで。はい。OK。いや、やらしいな。このデッキはやらしいぞ。かなり。来た。そう、こういうデッキですよ。こういうデッキだと、アスリーショットに投げてくれるんだ、相手は。で、こいつを投げればね、ギリギリまだね、俺がね、耐久だってバレてないんで、これで、まあ、偽装します、一回。そうすることによって、相手はアスリーを投げる。投げたらもう、ほぼほぼ、勝ちですね。盤面的には。ほぼほぼ勝てる。OK! これ大事なんでね。ここでアスリーを切らせることが大事ですね。どうしよっかな、仕打ち。ワンチャンさ、風車でいいわ。風車で行って、は、春丸だと思って甘えさせて、X 行かせよう。で、いいんじゃないか。ちょっと甘えさせよう。まだね、これ準耐久だと思ってるんだ、相手。OK。アスリン来てくれたのマジででかい。OK ですね。で、ここでサニアとか来なかったのもマジででかい。で、早めにね、シーラー引きたいんですけど、まあ、これは春丸でいいな。これ春丸置いて、まあ、一回回復を挟むと。で、相手は X 来てくれたらもう盤面勝ちなんだよな、ほぼほぼ。さすがに多分これ B さんかな。うん。俺が準耐久だと分かってるはずだから、B さんから来るはずなんだよな。これもう通信落とした可能性がある。頼む、通信を落とすな。うん、なんだこれ、通信落としたかも、相手。ん、あ、大丈夫、戻ってきたはず。戻ってきてる、大丈夫。いや、戻ってきてると信じたい、俺は。戻ってきてる。ちょっとね、このデッキね、火炎とかに完全に負けちゃうのと、ちょっとね、耐久ってバレると通信切られちゃってね、動画になんないんで、もうこれ回します、回します。もう通信落ちてるかもしれんけど、相手の回す。多分落ちてんな、これ。落ちてないか、まだまだ落ちてなさそうではある。痛え、バカ痛え。でもこれね、これ忍竜強いわ、これ。忍竜強えわ、マジで。 OK、 強いっすよ、忍竜。で、相手多分 D2 から来るかな。まだ落ちてないと思う。さっきね、多分、きっと地下鉄とかで沈まやってて、通信落ちかけただけやと思いますね。落ちてはないと思いたい。俺は。信じる。今んとこね、盤面的には、まだ全然、大丈夫、大丈夫。今んとこそんなに。共に行きましょう。どうしよっかな、これ。大丈夫、夜なら心配ないわ。きつい、オーラ引かんときつそう、これ。相手 X 来て、厳しいな、厳しいな、このエスレンダー、厳しい。ちょっと待って、厳しいぞこれ。来た、ナイス。キリンが来たんならまだ参るな、これ。こっち一回行って、きついか。忍者置けないときついな、これ。これ D に来るもんな。D に来ること前提に考えたらこっちじゃなかったな。先に D に置くべきやったか。カード取りてえな。これ X を置くしかないのか。だって2枚すると当ててくるもんな、これ。当ててきて。でもいいのか。当ててきてもいいのか。
よくねえな、当ててきてもよくねえな。 X の方が良かったな、なんか丸かった気がする、 X の方が。うん、これ当ててきて、まあ春丸取られてもいいんだ最悪。これし、あのメインは春丸じゃねえから。うん、ペトラコンもきついな。バカ吉こうか。うーん、きつい。金麻引かんときつそう。これもう右辺捨てるか。捨てた方がいいな多分。うん、さよならよ春丸。うんとね、こっちからやな。忍龍からでもよかったけど、よいしょ。あー、忍龍からのがよかったかな。ちょっときついかも。フェイルのコンボ4000、バイセンのコンボ弱いからいいや、ほっとこう。いや、ここで忍龍だな。うん、受け持ちあるからまだ耐える。キリン来ないとさ、ちょっと厳しいっすね。相手どっちかしか置けない。4枚返しするか 3枚するかやけど、3枚だったらリリーコンあるからな。あ、だ勝ちだわ。耐えて俺は埋めてくだけなんでこっからはもうあとは相手パスなんでオッケーですね待ってよ、これちょっと一回パスだよな。パスだよな。パスじゃねえよこれ。埋めれろ相手。危ねえ、よかった。シーラ撃ってたら死ねたかもこれ。ちょっと危なすぎ。一手撃てたわ相手。ちょっと冷静になってやってよかった。ここ撃てるからシーラだったら負けてたかも。でここで入れる、相手パス。オッケーオッケー、ここからパスねんやもんな。シーラここ入れても大丈夫で、パス、ここからパスねんやな。で回復して、うん、待ってこれ戻るんか、果たして戻るのかこれ。微妙。あ、戻るか、エレーナで。エリナで戻るか。でもやるしかないな。これ削ってでエリナで戻すんだな。それしかないわ。うん、大丈夫やな。あ危ねえ、ギリギリや。これで相手も撃てねえから勝ちですね。あ、今度こそ通信落としたか多分。いや、いいよ、今回ちゃんと相手も撃てたから。オッケーオッケー。こんな極悪非道なデッキがあっていいと思いますか皆さん。やばいっすね、マジで。あの究極の偽装デッキ。オッケー、耐え切る、ここで勝ちですね。相手打てないんで。よし、で回復をしっかり入れて強い。これは強いんじゃないか。オーケー、危ねえ。確実に相手のね、あの精神をえぐっていくスタイル。あああ、殴りっぱ来ねえな。まあまあまあ、今日の補正だったら来ないか。これまあ普通の補正だったら紙殴りとかね、何とかその辺が多いんで、普通の補正の時は多分ねありなんじゃないかな。今日の補正はね、流法生だったんで、ちょっときついっすね、これ。これちょっときついっすね。
な、リューデッキが多いのは仕方ない。結構ね、裏で負けてるんですよ。どうしよっかな。風車もきついし、ウサギも結構ね、ダメージもらっちゃうんで、オッケー、金丸。じゃなかった。キリンだった。まあ、こうだ。これで毎ターンね、500ちょっと、回復するんで。嘘。あれ？待ってよ。22% か。しないわ。ごめんなさい。488でした。それ、強えんだわ。それ強えんだわ。リリーもったいねえな。リリーもったいねえけど切るわ。これでマックスまで回復しちゃうかな。しないか。しないわ。したわ。2枚来たらいいんだけどな。X とか。まだバレてない。春丸。完璧な春丸だとはバレて、あ、耐久だとバレてない。OKOK。2枚来た。じゃあこれ2枚返しですね。これ食らうしかない。フレブかな今んとこ。これフレブだな今んとこは。うん、フレブだ。ララノは取っとかないとダメだ。はい。こっちから行きます。こっち行って、フレブ強いな、普通に。殴りパンに対して強いんでね。食毒プラスフレブのルインも使ってってやるのが一番。ルインじゃない、これ何やったっけ。リポーズだ。ルインはね、ヒュプノスとかがよく持ってる、あのスキルなんで。これ2回受けるのか。きついな、ぶっちゃけ。OK。じゃあ、ラナノは置いて。忍竜じゃなかったの違う。次。こいつ。何やったっけこいつ名前。ハヌマン置いて。ハヌマン強くないこれ。今の新しい正月のハヌマンですね。最大マックス2200回復プラスコンボで、あの2200ダメージ出せるっていうね。めちゃめちゃ強い駒なんでね。おすすめです、皆さん。これ。これおすすめ。そっちか。それはもう当てれば勝ちだね。いや勝ちじゃねえわ。これ2枚来るんだ。だるいな。全然勝ちじゃねえわ。勝ちではないけど、うん、全然いいな、うん、でもゲイのコンボ痛えか。ゲイのコンボ痛えな、普通に。はい、詰めていきましょうか。まあ回復で詰めていく、見ましょう。大体ゲイコンボ使うかな。死にから来るかな。ゲイコンボ使ってきたらもう盤面ほぼ詰みなんだよな。あれきつくねこれ。シーラ。一受けか、微妙だな。こっちから行く。まあこれは普通に左、あ、そっちなら勝ちだな。もう、あ、もうゲイのコンボあんのか。痛えな。ゲイのコンボで切られるんか、嫌やな。これ当てか。一回当てやな、これ。当ててからやな。じゃないと言ってえわ。こいつのコンボのがまだマシやな。シーラー打てないと弱えんだよな。ラナノはグッバイするか。ラナノはグッバイしよう。もう大丈夫ですよ。いやーきつ。まだエレナ切ってなくね。エレナ切ったっけ。ちょっと待って、分からんくなる。耐久使うと
でいい、それでいい。これでも盤面終わったんだ、ほぼほぼ。ウォルプ、いやこれさ、2341まだいいな。ウォルプ、いやキリン切ってよくね。いやウォルプからやな。まだ相手のコンボを受ける可能性がある。可能性があるというかまだ受けるな。あーだるい、それきつい。これまだこいつのコンボ食らった方がマシやな。まだあるか。でもでも手駒まだ引けるから、ここ引くしかないのか。これするしかないんだな。相手まだ S 溜まってるよな。 S あるもんな。これコンボつないできて回復か。これコンボ何？まあ耐えるけど、キビーな。こいつのコンボ何？通常ダメージもあんのか。やばい、きつい。てか戻せんかねこれ。ちょきついよこれ、戻せん。無理や、俺があとこれだけしかないもん。無理やな。ついてこいです。打てる駒があればまだいけたな。これいやー無理だ、さすがに戻らん。さすがに戻らん。パスねんけど無理だな。惜しい、パスやけど戻らんな。盤面は勝ったんで許してください。これ回復量足りんかったけど、見て盤面取っても俺の負けっていうね。盤面は取ったら許してください。ちょっと回復足りんかった、ちょっときついな。これで負けるのつらいんやけど、1個で負けた。はい、てなわけでですね、ちょっと回復足りんのかな、もしかしたら。いやそんなことないな、課長きついかやっぱり。うん、最後の途中の試合とかさ、相手のコマ1個やったからな。あれで負けるの辛すぎるんですけど、まあ耐久のね宿命はそこなんで、まあただねこのデッキねやっぱ楽しいわ。相手ハルマルだと思って普通のなんか打ち方ねミスってくれるんで、うまいことね盤面を制圧して勝つっていう耐久チックなね戦い方ができるんじゃないでしょうか。耐久ってバレちゃうとね、やっぱみんなねそれなりに身構えて打っちゃうんで、それをさせないっていうのがねこのデッキの利点だと思いますんで、ちょっと強いかどうかはね、あんまり太鼓判ってほどでもないですけど、もしね時間があったらこのね耐久チックのハルマル使ってみてください。じゃあお前ら最後にチャンネル登録よろしく。じゃあな。